プロジェクト K, クト K こんにちは、キラーです。今回はですね、ガチ勝負です。小島最終日です。インニエ祭りになりがちであろう小島最終日に、あえて4号艇頭固定で特大ドデカ満州にぶち当てていきます。第1レースから第4レースまでです。昨日一昨日がですね、4号艇がちょっとしか絡んでいないんですよ。こういう時は4号艇鬼絡みを狙っていきたいんですけども、いつもであれば小島最終日14とかですね、まあイン逃げを狙っていることでしょう。しかしもう今までとは違うやり方をしなければならないと感じております。新たな扉を開かなければなりません。新たな扉を開くことで新たな道が開かれるのです。満州に当たっちゃえばもうプラス収支確定なんですが、200倍を超えていただきたい、いや500倍、いや700倍でもいいんですよ。4本中1本出ればいいんですから、出ますでしょう。どうぞこれにかつらって、しゃー、いったりまっせ。小島最終日にですね、イン逃げ以外が来た時はもう高いのがほぼ確定でしょうから、で最初の4レース、最初の4レース分1本はね、イン逃げ以外が来ますでしょう、さすがに。じゃあ誰が来るのか、そう4号艇あなた様なのです。満州じゃない、満州ではない、満州ではないから大丈夫、満州ではない。なんでやらないんだ。第4レースまで、第4レースまでにイン逃げ祭りにならないでください。そしたら小島最終日でもイン逃げ祭りにならないパターンもありますので、こっからイン逃げに落ち着くことだけはやめてください。マジっすか、大丈夫、満州じゃないから、満州じゃないということは大丈夫ということは、まだ来るということ。これね、ありますよ今日。本日の風速なんと6メートルです。これね、しかも斜め後ろからの6メートル、もう斜め後ろ、斜め右から、つまり4号艇の背中を押してくれる風向き、4号艇を応援してる風向きです。4号艇の背中が押される、4号艇がこう内側に入っていきやす、ほら、はやっ、3本目です。いや、これありますでしょ、マジで。小島最終日、これはね、イン逃げ祭りにならない日ですね、この強風により。これ来たらやばいです、マジで激アツです。いや、全然可能性ありますでしょ、これ。この流れ的に。流れ的に可能性あると思います。こっから伸びてきます、4号艇が。ほら、待って、やばい、あ
スタート以上、トロミートマン4号手、今3号塚、3号トロスカブト、2号塚少し広い格好で1号手、ミートマン逃げる、3号手の3号手も取り出す、握って5号トロ、山市キリコトロ、2号4号格好で向こう上面もトップ線1号手、3号手伸び比べ、インコース3号トロスカブト、アンコース1号手のミートマンを捕まえる、3番手やるさま5号手、4号トロコーデ、外枠3名、一周コーナーの世界スタート成長、主導権握るは3号トロスカブト、後方が接近5号手の山市、間を割ってくる1号トロミートマン、切り込んでくる6号手、4号でホームに帰りも先頭を絞り込む3号トロスカブト、2番手1号トロミートマン、前の2人は3-1対決、3番手6号手5号トロ並走、インコース6号トロカーネーダ、アドゴス5号手山市、レースは西目の1コーナートップ違い3号トロ坂本、2番手1号トロミートマン、くらった顔を出す4号トロ岩市、握って6号トロカーネーダ、さす5号トロ山市ですが、3番手アウト待って6号トロカーネーダ、上段球は3-1-6、その後方4番手から追いかけて5号手山市、5番手以降は4号手の岩市再開し、センター3コース3号手の三好、ここまでがスロー、いやありますでしょこれ、ラストです、第4レースラストです、これね、いや全然可能性ありますでしょ、インニーが全然決まらないです、そしてね4号手が1本も絡んでない、でも満州が1本も出ていません、ここでこの辺りで4号手来ますでしょ、そろそろインニーギはねもう決まらない日です、だからもうね可能性で確率的にね高いのは2号手3号手4号手じゃないですか、1着、いやもう3号手4号手です、いや4号手です、4号手決まりです、これで2連単1に5.5倍、3連単1ふたこ39.2倍、ラストコーナーの旋回と向かっていきます、これがシリーズの4勝目、先頭1号手の中島誠一郎、2番手2号手の桂林博士、3番手5号手の坂本裕介が帰ってきて、上田家は1ふたこ、先頭1番です、中島ゴール、2着2番の桂林、3着5番の坂本ゴール、4番サラダ、3番三好、ラストは6番佐々木ゴール、以上福島大輪です、はーい、坊主で当たり前、続けていけば今日の負けはいつかは取り戻せる、そう自分に言い聞かせて生きています、次回もガチ勝負です、取り戻します、10万周が出ております第5レースにてね、勝っていないところで出るのが10万周というものなのです、まあ今回はですね一発を狙いすぎましたね、さすがに次は当てに行きつつかつどでかいところも入れていく、そんな買い方をしたいです、取り戻せばいい、次取り戻せばいいんです、では今回これで終わります、ありがとうございました、ありがとうございます。